切れた。ごめんね。ありがとうございます。ちゃったごめんねみたいな。改めて始める。めこちさんこんにちは。よしさんこんにちは。ごめんね。なんかもうちょっと10人くらいになったら始める。切れたと思われてる。切れちゃったんだよ。電波が弱くって。今日はみんな私の練習にお付き合いください。公共の場で、集中して話す。ね、目の前ここねカウンターなの。でね、目の前店員さんいて、なんかね豆引いたりして、ひょっとしたら途中から豆引く音が入るかもしれない。なんかもう喋り始めようか。そう、なんかなんだろう、なんかねこれね、ほら ID がわーって出てくるじゃない。あれね、なんて読めばいいか分かんなくてね、いつもずっと見ちゃうの。チアアップだ。チアアップ言う、かわいい。ゆうさんこんにちは。ねねって何のねだったっけ。そうなんかね、ほら世界は自分しかいないって言って、他人がもし入ってきちゃう、他人がもし自分の意識の中に入ってきちゃう時ってさ、自分が許可して他人を自分の意識の中に入れてるって言うじゃない。うん、あれ本当にそうだなと思うんだけど、やっぱ常にそれこそ意識が外だったり、なんか自意識が働いちゃう。恥ずかしいとか、みっともないとか、負けたくないとか入っちゃうから、可愛くない自分じゃなくて嫌だとか入っちゃうから、なんかこんなカウンターで目の前店員さんいるのになんか話すの恥ずかしいとか入っちゃうから、なかなかこう自分が喋りたいことに集中するってやっぱり難しいなと思って。でも本当に自分の世界に集中してる時って周りのことって本当は気にならないだよね。だからなんかそこまでなんか自分が持っていけるようになったらいいなと思って、なんかみんなを巻き込みながら一人でやるのは寂しいから、みんなを巻き込みながら自分の意識を拡大していこうと思って。目の前に天才いるんですよ。今日はそうだ、振ってみよう、みんなに。ここにいる皆さんで今日は何を喋ってほしいですか。それに答えるかもしれないし答えないかもしれないんだけど、今日私に話してほしいことを振ってください。 ありがとう。なんかそうやって言われると嬉しいよね。拡大おめでとうございますとか言われると、なんかふと出てきたのが、拡大の前に絶対収縮が来るよね。なんだろう、核ってさ、なんかまああれ、こう言っちゃうので、核爆弾とかもさ、まず最初に自分の核をキュッと作ることが大事なんだよね。でその核を作るっていうのが自分っていう
意識の内側に焦点を当てるってことだと思うんだけど、これの核ができてないとふわふわしてるから拡大してもエネルギー的に外に向かっていかないんだよね。だからしっかり自分の核、自分の意識を集中させるっていう、うん、そう、意識を集中させるってことがないと拡大にはいかないし、なんかそうそう、今回ね、今日ね、喋りたいことなと思ったことの一つが、うん、と人生ってやっぱりその拡大と収縮もそうなんだけど、なんか波があるなと思って、バイオリズムな、昨日の運気の話もしたと思うんだけど、波があるんだよ。拡大のとこに行く時と収縮してって、一見なんかこうあんまりうまくいってない風に感じるみたいなとこがあると思うんだけど、なんか拡大してる時ってさ、なんか勝手になんか意識も外に行くし、現実はうまくいってるからあんまり自分に意識が向かなくなる、なりやすいんだよね。実はなんか違和感はキャッチしてるんだけど、現実はうまくいっちゃってる、運気がいい時ってね、現実はうまくいっちゃってるから、なんか意識が外に向きやすい、人の評価とかお金とかに向きやすいんだけど、結構うまくいってる時こそ、もう実はあの意識レベルで言うと下、なんか収縮の方に向かっててね、だから、こういつも波に乗り続けてるように見える人たちってそのバイオリズムを知ってるんだなと思うの。なんかちゃんと、拡大の後には意識は収縮するっていうのを知っていて、だから現実的に何かうまくいかなくなるっていうことを感じ始めてるから、うまくいかなくなり始めてても、なんかそんなになんか焦んないっていうか、淡々と日常を過ごしてる感じがすごくあるんだよね、だから本当に一つ一つの物事で、自分も判断してないから一喜一憂しなくなるって言えばいいのかなっていうところがあるなと思って。でもさ、我々地球人は、目の前のことで一喜一憂したくなるんだけど、やっぱそれってすごいナンセンスだし消耗するなと思って、だからあんまり欲求は認める、お金が欲しいとか自由が欲しいとかもっと愛して欲しいって欲求は認める、湧いてきたものは認めるんだけれど、それの結果としての現実は今すぐやってこないし、そのうち自然とそうなってるから、なんかそのやってきたものにいちいち自分の価値を消耗しない、っていう、なんかその現実とのいい距離感、すごいなんかこれなんか見てるけどすごい大事なんだって、なんかそれ多分今の私のテーマなんだよね。なんかそうそうそう、今朝もすごい、なんかね、そうそうそう、監視あるでしょ、市中水面の監視で、水がいっぱいの人、私水がいっぱいの人なのね、雨海なの、ほら人によって太陽月とかの人もいるし、宝石も樹木草花とか、なんかほらキープラスとか水マイナスとかそういう話あるじゃない。で、私のように水が多い人、私水のマイナス、水のマイナス、水のプラスなのね、監視が。でそういう人って結構人生のテーマが、揺られるみたいな、あそう海2つ、そうそう米こっちさん海2つ、水の音ある、ね、真ん中日中の監視が水で、水が多い、全般的に水が多い人ってなんかさ、自分があるようでないんだよ。そうだ、これねブログにも書こうと思ってたんだけど、自分があるようで自分がすごくなくって、なんか水のさ波紋を思い出してもらうと分かるんだけど、なんかこう水があるとしたらさ、なんかポチョンってくるとさ、ふわーってほら広がるじゃない、ふわーって広がる、あの感覚がなんかね、今までの私にとってたまらなく不安っていう方向に行くし、なんか自分がなくなるようで結構辛い感じだったのね。だからなんかその不安を排除しなきゃって、辛いから排除しなきゃ
ていうところがどっか頭働いてたなとか思うんだけど、で今日もなんか朝なんかね不安になろうとかじゃなくて浮上してくるみたいな感じなんで、私の場合は不安がこうふわって湧き上がる感じがあって、それに持ってかれるとすごく辛くて自分がなくなるような感じがしちゃうの。で頭でわかるの、不安とか心配っていうのは今起きてることじゃない何か恐れで反応してるんだっていうのはわかるの。でもなんかさ、水の性質持ってる人ってなんか湧き上がってくるんだよね多分。これはあのね、それはねあのちゃんと、三名学的にも実証されてるの。水が多い人たちって、恐れに反応するの。あでいろいろするパターンがあるんだけど、火の人は喜びに反応するんだけど、火って、ほらエネルギー的に言うとさ赤じゃない、赤だから、怒りとかね、だから要は感情に振り回されやすいんだよ火の人たちは。でだし樹木さんたち、あで土の人たちは逆になんか、ね、私はね自分がふわふわしてるからすごい恨みしく感じるんだけど、あの感情がフラットなんだよ、だすごい淡々としてる印象がある、あの土の人たちは。あと何があった、火、土、水、あ宝石の人たちか、宝石、金属の人たちは、まあ、テーマは孤独だよね、孤独。あの宝石とか、剣の人たちってさ、どの自然界のエネルギーと混じり合わせないんだよ、子なんだよ、子だから常になんか孤独を感じる、周りと違う自分っていう存在を感じることがテーマだから、そこをと向き合うことが一つの課題にもなってくるなって感じ、なんかね、そうな、金属の人たち見てて思うのはなんかね、孤独で孤独感、やっぱね、そうだな、この孤独感に引っ張り回されちゃってる時はどうしてもそれに振り回されるなって感じがあって、なんかね、その金属の人たちでそこら辺を超えちゃって現実世界がこう願いの通り着地グランディングしてるって感じる人たちはなんだっけな、やっぱり最初は孤独とうまく付き合ってる感じがする、なんかね、まあ、多分これ感覚、私金属じゃないから分かんないんだけど、見てる感じだと孤独、自分が人とは違う、混じり合わないっていうことを受け入れて切れてる感じはすごいするんだよね。もうそのまま生きてんだろうな、やっぱりこれ答えになってるのか分かんないけどなんかもうオリジナルだっていうことを認めちゃって子供を引き受けて生きてる気がする、なので、水の人たちはなんかね、そう境界線が曖昧っていうの、そう米こっちさんも言ってるけど、境界線が曖昧っていうのが結構一つのテーマで、自分が分からなくなりやすいんだよね、分からなくなりやすいから、そこを分からなくなりやすいのを、自分っていうものを、そうだからなんかそこがね今ねすごい私も感じるんだよね。でそれがこう揺らぐのが特に私は不安とか恐れとかで、余計こう自分が自分の内側から崩壊してる時があるなって感じちゃうの。本当に勝手になんだよ、だから本当にそれって、だからなんかね今日もね降って立ち返ったのが、でもそれすらも幻想なんだよなと思って、だからなんかもうちょっとうまく付き合っていきたいなと思って、ちょっと今 どうしたらっていうのがパッとできてないのが現状なんだけどね、あそうそう、でもね一つ思ったのがなんかね、不安とか恐れとか感じてる時ってやっぱ怖いじゃない、怖いからなんかね体に意識を向けたらめっちゃ呼吸が浅かった、なんかね本当に肺で息してる感じだったの。だからそれってどういう状態かっていうと、なんか体が結構萎縮してる感じだったのね。だからそれって結構辛いよなー
と思って、だからなんか自分に深呼吸させてあげようと思ったの。だってなんかこの湧き上がってくる不安ってなんか現実的に何か起きてるわけじゃなくて、起きてないのに勝手に不安をなんかもう湧き上がってきちゃうって感じなんだよね、に反応してるって感じで、なんか勝手にこう重たい方に引きずられていく感じがあって、だからなんか体に意識を向けて深呼吸をしてあげて緩ませてあげようって思ったの、自分のこと。そしたらなんか私、まあ、不安とか恐れって本当に幻想だし、でなんか本当ね、ハッピーちゃんから学んですごい良かったなと思うのは、なんか私今までやっぱり権力って絶っぽいんだけど、だから振り切っちゃうっていうところがあって絶っぽいんだけど、なんかマイナスからプラスにいきなり持ってこうとしてたところがすごくあったの。だからもう不安とか恐れとかないみたいな私はポジティブっていうところまで持っていこうとしちゃったところがあったなと思ったんだけど、なんかそこを目指さなくていいっていうか、一気に目指そうとしない方が自分にとって優しいなと思った。だからまず最初本当にホッとするっていう、で大体不安とか恐れが起きてる時って一番欲しいのってすごい自分じゃなくて、安心してる自分が欲しいんで、安心感がすごい欲しいから、それって安心感の一つはやっぱリラックスなんだよね。リラックスしたいが本音なんだよ今。だからそれはなんでそこでちょっと注意事項が、これこれがあったらリラックスできるのになじゃなくて、今すぐリラックスするっていうことを考える、でそれって体の状態が体がリラックスできればリラックスするんだよ、気持ちもある程度は。だから本当本当なんかね、囚われちゃってる時で体も萎縮してるから、体を緩ませてあげるだけでも結構ホッとするよ。だから全部の意識を体に持っていくんだよ。頭も体ハートも感じる、体を感じるってことで、そうそう。でね、そうそう言われてさ、もう一回ちょっとね、私自分のことは覚えてるけどあんまり人のこと覚えてなかったりするし、その何だっけ、その三名学的に体を緩ませるすごく大事だから、ホッとするっていうことの一つに絶対体が緩むってことがあるから、だからさ、ほら自分満たすとか言うじゃない、で何か与えてあげる傾向ものとかで、それも全然いいんだけど、洋服とかね、食べ物とか、それできない時もあるじゃないだからそしたら本当に体を緩ませてあげるだけでもかなりホッとする、だからそれ試してほしいなと思って。私はそうそう、今日今朝良かったよ、ね、こんにちは。一応言っとく、だからこれは三名学なんだけど五行、そう、木の人たち、木の人たちはね、木の人たちのテーマは怒りです。火も怒りテーマになってる人多いけど、なんかね木は怒りだな、樹木さんたち、木のプラスの人たちと会ってるとなんかね、良くも悪くも正義感が強いんだよ、樹木さんたちって。だから、マイルールがすごいいっぱいあるとほら許せなくなるじゃん、それ破ってる人たちうちの旦那さんとか樹木なんですけど、日中の監視が、だからそれに対して怒りが湧いてくるんだよ、無駄に正義感、そうか、だから無駄に正義感、そうね、だからこの前も個人鑑定された方が、日中の監視が樹木だったんだけれど、やっぱ苦しいって言ってたよね、自分の正義感が。でもなんか苦しい部分は緩ませてあげた方がいいと思うんだけど、なんか正しさを持ってる自分を、まあ、できたら責めないであげてほしいなとは思うの。なんでかっていうと、正しさがない
世の中もう辛いと思うのよ。一応法律っていうものがあって、それで縛られちゃう時ももちろんあるんだけど、法律っていう安定するもの、正しさの安定するものがあるから私たちの生活って守られてるところもあるの。だから樹木さんがいることによってこの世界に平和と秩序がもたらされてるところもある。だから自分の存在意義っていうのを樹木さんたちは感じてほしいなと思う、うん、なんかね、そうだから自分のだからそのあそうそうそうそ う, そうなんでこの話ができたか思い出した。だから私すごいその境界線がなくなるってことが辛かったし、その不安とか恐れに飲み込まれちゃう自分がすごい辛かった。自分がなくなるようでね、辛かったんだけど、なんかそれってそれを通してなんかその自分がさざ波のようにこう波紋のように広がっていく、広がってブレちゃう、ずれちゃう、揺らいじゃう自分がすごく辛かったんだけど、その自分だからこそなんていうのかな、人を感じる幅が強いんじゃないかとは思うの。だそれもなんかそれとうまく付き合うっていうところがポイントで、不安と恐れを感じることをやめよう、なんていうのかな、やめようっていうか、不安と感じる自分とうまく付き合うことがポイントで、不安と恐れと恐れをなくして違う自分になろうとすることは無理だと思ったの。それを受け入れた上で、活用していくみたいな方向になりたいなと思ったの。そう、樹木さんはマイルールとか正しさがしんどくなっちゃうね。乗り越せない。だからね、本当四柱推命はなんかその乗りこなすポイントとかコツがわかるんだよ。なんか自分がどんなところに苦しいのかとか、そういうのがなんかね書いてあるんだよね。だからそれを見るとはあなるほどみたいな、なんか諦めなきゃいけない。だから私のように恐れとか不安に反応するのはなんかもう仕方ないんだよそういう特性で今回生まれたんだから、だからそれをうまく活用するしかないの。だってそういう特性なんだ、そういう選んできちゃったっていうことが分かるし、だからどこで反応してるのかっていうのも分かる。だから無駄にいろいろ考えなくていいって感じかな。そうそう、トリセツなんだよ、トリセツ。艦隊だったら無駄にプライド高いとか、だからもっと素直になるって、なんかもっとなんか弱いって言えばいいのかな、艦隊の場合なんかみっともないって言えばいいのかな、なんか恥ずかしいって言えばいいのかな、なんか傲慢で、艦隊だったらね、女王様気質であんたたち私のところ来なさいよみたいな思ってる。でもそんな自分恥ずかしいって隠さずに、あんたたち私のところ来なさいよくらいに思ってて、でさらにそこにまた実力を追いついてない自分にまたこう恥ずかしさを感じたりするの、艦隊って。だからなんかそういう気質があって、でもなんかさ、それ客観的に見ると可愛らしいじゃんなんかなんだろう、赤なんだろう、ちっちゃい女の子のままごとのようなものよ。だってさ、絶対さ、なんかそういうことやってる女の子たちいるじゃん、なんかお父さん早く帰ってきてみたいな、私は絶対行かないから自分からみたいなそんなことを考えちゃうと、まあ、バカだけど可愛いみたいなさ、それ素直にいいなみたいな感じにしか思わない。そうそうね、元に戻るか、気づいたらじゃあどうしたらいい、そう、まあ、それしかない。気づいたらどうすればいいかと、それの習慣化と訓練、で樹木さんは怒りでしょ。樹木さんっていうか、木の人たちは怒り、草花さんね実は怒ってるから、素直最強本当。でもね、素直って最初なんかその自意識だったりプライドだったり恥ずかしさだったり罪悪感だったりが勝ってると、だからこう植え込められちゃった感情が勝ってると、あと責任感までね、素直さが分かんなくなるんだよね。だから私本当にいいお母さんっていうのを背負い込んでた時は家事と育児やりたくないっていう本音に見つけるのすごい苦労したもんね。時間かかった、数年ぐらい時間かかった。で
あ、火の人たちは喜びって言うんだけど、あのとか感情の起伏が激しい人がいる。だから感情に振り回されちゃってるって感じる人が多いかな。で、土の人たちは、そう、土の人たちは感情としては平坦な人が多いんだよ。あんまり感情の起伏はない土だから、多いんだけど、なんかね、だからこそ思い悩む人が多いみたい。で、金の人たち、まあ孤独っていうのもあって悲しみだよね。自分の悲しみを癒すってことがテーマかな。で、水の人たちは恐れです。だ、恐れから不安と心配に走るみたいな、そこら辺がテーマなのかな。なので、それを認めて、なんていうのかな、それこそその不安とか恐れに振り回されないみたいな、主導権をちゃんと自分の意識を持ってあげて、癒したり、本音を聞いてあげたりしながら、自分のど真ん中にその不安とか恐れを乗っけないようにだんだん習慣づけていくみたいな。最初は多分振り回されてるから、っていうことが一つのテーマかなって思います。今日そんな感じ。だからそれはちょっとブログに書きたいなと思ってるよ。あとは何だろう。そう、今日ね、実はなんか、長野の山の中まで行ってきたんですよ。私割とこう電車走ってるところにはいるんですけど、新幹線じゃないんだけどね。すごい、あの戸隠のさらに奥まで行ってきたのね。あのなぜかっていうと、今日次男キャンプに行く日だったんだけど、私も次男もキャンプに行く日だってこと忘れてたみたいな。集合時間にあってメール来るみたいな。どうしましたかみたいな。ひーみたいな。あ、そうそう。でね、そうだ、恥ずかしい話だからした方がいいかなと思って。で感じたのが、なんかね、ちょっと前だったらなんかこのちゃんとしない母親っていうところに罪悪感感じて、なんか次男に罪悪感羞恥心と怒りをぶつけてたんだろうなと思って、で一瞬罪悪感うって出てきたんだけど、いやと思ってやめて、なんかね、なんだろう、1年前かな、1年くらい前までは、1年半くらい前までは全部ね、子供の、スケジュールを管理してたの。何時何分に、作家の送迎してとか全部やってたのね。でもう、そうこれお金ともリンクしてるんだけど、だから自分のなんか意識の中に人が入ってくるじゃない。で赤ちゃんの時とかはやっぱり本当にできないことが多いから仕方がないことだと思うんだけど、それってやっぱり自分の持っている、あ、人ってね、あのエネルギーのタンクがあるんだよ。持ってるタンクがあってね、そのタンクを誰かにエネルギーを向けた瞬間から減ってくの。だから、ここが 100% だとして、1年半くらい前までの私は、子供のサッカーの送迎とか、子供の健康管理とか、なんかね、すごいね、サッカーってほらすごいエネルギー消耗も激しいじゃない。激しいから、何が言いたかったっけ、エネルギー消耗が激しいから、なんかね、栄養管理とかのね、そういうのもまで実施させられてたな。なんか豆腐がいいとかね、なんとおにぎりは梅干しがいいとかね、海苔がいいとかね、いろいろ学んだんだけど、なんかでもそれって、まあ、本人も出てたんだけど、なんかそういうとこ行くとさ、まあ、あのさ、幼児教育あの乳幼児検診とか行っててもさ、すごいこうしなければいけませんって教えるじゃん。あれほんときついんだよね。なんか私みたいなちゃんとしなきゃお母さん的には、あれ言われるとあれじゃないお母さんダメなような気が勝手にしちゃってたんだよ。だからものすごいそれに合わせようとして、それに合わない自分もまた責めるっていう、なんか今思ったらあれは一つの情報なんだけどね。だからそうやってなんかこうしなければとか、誰々のことを気にするっていうことがあると、その分だけ意識っていうかエネルギー量がそっちに向かうから、自分に向かう量が減るんだよ。減っちゃうの。で減った量だけで自分にエネルギーを向けたり意識を向けたりしてるから、
その分で、エネルギーを外に向けてるの、うん、だから、子供で 50% ぐらい使ったら自分が外に向けられるお金を稼ぐためのエネルギーって 50% しかないんだよ、うん、だから 50% に、だからそれはしかも、100% で換算してたからね。体調が悪かったりとか寝不足だったりとか、うん、としているとまたもっともっと減るの。あとだからそうやって不安とか悩みが多いのももちろん減るの、うん、そうだからなるべく、環境的に自分が自分に使える時間とかエネルギーとかを、人間関係とか、調整していながらそこをだからそれが、やりたくないことをやめるってやつよ。やりたくないことをやってる限り自分じゃないことをやってるからさ、不満もたま不満もさほら削れるじゃん。だってやりたくないんだもん。そうそう、だからもう未経の人たちとかさ、被験持ってたりする人とかはさ、本当は自分の世界を築きたい人が多いと思うのね。だからもう超怖いんだけど、最初は本当にそれやりたいのかなって一個一個自分に聞いてあげた方がいいよね。自分の価値を保証するためになんかここにいてもいいですか的にその、責任感とか罪悪感とかそれが、行動の動機になってないかってことかな。うん、そう怖いんだけどね、めちゃくちゃめっちゃ怖かったよ。もうこの家壊れんじゃ、この家庭壊れんじゃないかと思ったけど、もうあまりの苦しさにそれやめたんだけどね、私も。うん、でも壊れないよやっぱ何回もそれ言われたんだけど周りに、壊れないからみたいな。あのね、あ確かに一瞬壊れる。あのだからなんか波風立たないようにしようと思うのは無理。波風は立つ。だってそれまでの自分でその地盤ができてるんだもん。その自分が新しく変わろうとしちゃってるから地盤は何て言うかな、地盤は揺らぐよやっぱ、うん、新しく調整に入るから。でもなんかもうそれその繰り返しなんだよね。だから一回壊すと楽よなんちゃらそんな感じ。うん、そうっすか、子供の罪悪感ね。そうだ、そんなに反応しなかったなと思って、前だったら「ひ」みたいな、こんななんか出かける寸前になって連絡もらう私なんなんとかね思ってたりしたかもしれないけど、もうだってそうやって決めちゃったんだもん。もう子供、私のために子供のなんかだってさ、別にさ今日の何時に出かけるって本人が意識すればいいじゃない。なんで、中学1年生になって私が全管理しなくちゃいけないのっていう話で、まあ、今回間違えましたと、まあご迷惑もかけてるでしょうごめんねそれについて謝るけど、だけど今こっから失敗してうまくいく方法を学べばきっとなんか私以上にリカバリーを早くなるよね、子供たちは。から周りを巻き込んで、まあ申し訳ないけどあのリカバリー上手になるっていうことが、まあ、人生最短だよねって思うよ。だからなんかもうそれもさ、最初怖くてできないんだったんだよ、なんか あそこんちの親何考えてんのって思われるの嫌みたいなもうどんだけいいお母さんになりたかったかだよね、うん、でももうそれやってる限りもうどんどん本当に枯渇していっちゃうから自分のエネルギーはね、うん、で自分がやりたい方に行けなくてイライラして子供に当たるみたいなのを繰り返すのをやめた。失敗怖いのはね、失敗しても大丈夫って思えるまでやり続けられないと、怖いままだから、いい、失敗してもいいと思えるところから失敗、やりたいことをやってチャレンジするしかない。はい、今日はそんな感じ。今日のことはブログに書こうかな、昨日の内容も。そう、昨日の内容で書きたいなと思ったのはなんかやっぱりさ、被害者悪いみたいになってるじゃん、被害者になるの良くないみたいな、うん、そう
なんで良くないかっていうと、被害者の立場でいると、自分の人生想像できないからだよね。うん、だけどあのみんな最初は被害者だから、だって子供だったんだもん。あの被害者ってイコール、子供の人格だってことだもん。でそれがなかなか意識が変わってないっていう、それだけのことだからさ、そんなにそこを責める必要はないなと、まあ変わってないんだなくらいでいいかなって思うよ。うん、無力な感じ真っ只中あるね。あるよ、私もあるよ。今日もなんかふとこう変換したのが、なんかなんだろう、いつもなんかね、うちの近くってなんかお洋服見るとこ全然ないのね。この長野の駅前に来ないと、お洋服見る機会がないから、長野で飽き足らなくて東京まで行っちゃってんだけど、その長野でお洋服見るときにやっぱりうって出てくるの、なんていうんだろう、あれ買いたい、でもとか、でも今お金ないしって言った瞬間にこう、だからね、そこでなんか冷静に自分が自分の中でおしゃべりしている言葉を聞いてあげるのがすごく大事。何言ってるかで、それをなんかいちいち否定しないで全部聞いてあげるの。だから、私だったらもうめっちゃこれ恥ずかしいんだけど、この自分の中で出てくる言葉が、しゃべるのがね、あの服欲しいな、あれきっと2万円くらいかなみたいな、今2万円ないな、2万円ない自分って恥ずかしいな、2万円ない自分って無力だな、2万円もうなんか今すぐこうポンって出せない自分って嫌だなって言ってるの。ちょっとだからお金に対して自己否定をしてるわけ、ずっと。だからそれはお金にも好かれないし、自分も嫌いだからお金入ってこないのよ。うん、だからそこを、まあそれはそれでいいんだけど、まあそうは言っても、でここからなんか思考転換していくんだよ、あの押さえつけんじゃなくてね。で出した後に、まあそうは言ってもみたいな、まあいつか買えるしな、買おうと思えばみたいな、まあ今すぐ買えなくてそれは残念だったけどみたいな感じ。うん、そうするとだんだんいつなんか、なんか今お金出せなくてダメな自分っていう、その2万円出せない自分から、今出せないけどいつか買える自分にこう転換していくんだよね。思考転がしっていうのか、そういうのよくわかんないんだけど、あでも本当にその感情感覚って思考から始まってるから、だから現実を見て素直に何を思ってるのか私はみたいなのを、まずなんかほらさ、最初さ学んだ頃ってさ、なんかそういう自分嫌いだからさ、すぐ蓋したくなっちゃうの。いやそんなこと感じる自分ダメとか、そんなこと思ってる自分ダメとか、ペッてでそれすると本当に自分が見えなくなっちゃうし、結局変わりづらくなっちゃうから、なんかそこでもやっと出てきたら、今何自分おしゃべりしてるのかみたいなのを全部聞いてあげるといいよ。それでそこでゆっくりゆっくり、一足飛ばしにしないで、一足飛ばしにしようとするのパターンっていうのをやるから、一足飛ばしにしないでゆっくりゆっくり、今自分が本当は何を思ってるのかっていうのと、ちょっと楽になるにはどんな言葉をかけたら楽になるのかみたいなっていうのを探してあげるといい。うん、やってみて、私もやるよ。うん、だいぶ楽になったけどね。うん、でビジネスやってる人はじゃあ、うん、だからね、まずちゃんとエネルギー貯めることが大事だよ。さっきみたいにその不満とかやりたくないこととかっていうとどんどん減らすから、その 20% くらいのエネルギーで、お金を回そうとそのきついから無理だから、だからなるべくゆとりのあるタンクがタプタプの状態でねやらないとビジネスは、拡大はしないよ。でだからそうだよね、なんかそんな感じ。答えになってるか、最後なんかまとまったのがまとまってないんだから、うん、いっか、なんかいいや気分。うん、どんな時で味方だよ、本当に大切だよね。
対自分が自分のことを見せない、全世界を敵に回してもね、あの不安がね湧き上がってくるとか恐れが湧き上がってくるタイプの人はあの見捨てられ不安があるの。だからあるよ。だからそれってあの自分が自分のことを見捨てそうになってるから、そこ気づいてあげて、何度でも自分に言ってあげて、自分は見捨てないから、絶対に見捨てないから言ってあげてね。はい、本当そう言ってもらえると嬉しいです。自分を見せないでね。